こんにちは、唐橋卓球の南富です。吉田です。名古屋です。今回はティバーさんのハイブリッド MKFX を知らせていきたいと思います。ハイブリッド MKFX でドライブを打ってみた感想なんですけれども、まず44度とものすごく柔らかいので扱いやすさを感じました。また強くぶつけた時に柔らかいラバーですとこうぐにゃっと食い込んで落ちちゃう感覚があったりするんですけれども、このハイブリッド MKFX ですとすごい回転がかかるので強くぶつけた時に落ちる印象は受けなかったです。おお、なるほど。あ、こういうのもできちゃう。柔らかいラバーだからね。あ、こういうのもできちゃう。もう誰でも乗せたら限界だよ、皆さん。あ、ケンタ。はい。OK です。ハイブリッド MKFX でカウンター打ってみた感想なんですけれども、ものすごく柔らかいのでかなり個性が出ます。なので面を開きすぎてしまうとオーバーミスをしてしまう恐れがありますので、少しこう面をかぶせ気味に、かぶせすぎなぐらいで打っても全然カウンター入ります。ちょっとこうシュート気味のカウンターを打ってみたんですけども、やっぱこう食い込みがいいのでかなり操作がしやすいです。なのでカウンターでもいろんなカードとかシュートとかをする方でしたらいいのかな、使いやすいのかな、どうのかな、剣だかな、これMKFX でバック打ってみた感想なんですけども、前陣はものすごく柔らかいので操作もしやすいですし、回転もものすごいかかります。強く打つときにちょっと面が開いてしまいますとものすごい上がるラバーなので、ちょっと角度がシビアになるかなと思います。中心下がったときはとても個線が出やすくなりますので、前陣でコントロール重視、下がったときは強くは打たないけれども安定感重視ですね。
おお、はい、早いですね。ハイブリッド MKFX でループドライブを打ってみた感想なんですけれども、シートが強い上に食い込んでくれるので、自分がチップして落としてしまうような感覚は全くありませんでした。結構薄く捉えてもしっかりシートが引っかかってかつ食い込んで飛んでくれる感じだったので、打っている自分からするとすごく安定感が出るような印象でした。次にスピードドライブなんですけれども、強くぶつけてしまうと、まあ、柔らかいラバーの特徴として結構直線的に飛ぶような印象があったので、かなり角度がシビアになるような印象でした。どちらかというとミートに近い打ち方の方が安定して威力も出るかなというふうに思いました。このラバーに合わせるおすすめのラケットなんですけれども、結構バランスがいいような印象なので、木材、インナーカーボン、アウターカーボン、どれにでも合わせやすいラバーだと思います。ただ極端にアウターカーボンの中でも硬いラケットと合わせてしまうと少しミスマッチかなというような印象もありました。このラバーを使うおすすめのプレイスタイルなんですけれども、あまり後陣から強い力で打ち合うというよりかは、もう本当に中陣、前陣、特に前陣ですね、でコントロールを重視したり回転のかかったボールを使ったりというふうに、前陣中陣の速い打点でプレーする方に特におすすめだというふうに感じました。44度という柔らかさでこれだけ性能が高いラバーってなかなかないと思うので、あまりパワーのある方が使ってしまうとちょっと柔らかく感じすぎてしまうとは思うので、特に中高生あるいはレディースの方に非常におすすめのラバーです。この表はスタッフが試打したことのあるラバーを勝手に性能表にしています。右に行くにつれて回転がかかる、上に行くにつれてスピードが出るというような表を作っています。その中でも粘着ラバーは20万の外枠が赤くなっています。今回のハイブリッド MKFX なんですけれども、ここです。スピードはファスターク C1 と同じぐらい出ると感じました。回転はファスターク G1 と同じぐらいかかると感じましたので、今回はこの位置になります。以上、ハイブリッド MKFX の品動画でした。バイバイ。バイバイ。